ート浮かび上がりましてドイツのアルムシック、おそらくこの選手がもう先行、はい、レースをですね、はい、先行していくかと思います。あとニコル・ヘイスという選手ですね。そうですね、はい、千葉はどうでしょうか。前半から積極的に飛ばしていく考えでしょうかね。今のところ、はい、そのようですね、はい、まもなく50にかかります。50のターンがアルムシック先頭、続いてヘイスレット27秒05と27秒55。日本の千葉は5番目で折り返しました、28秒38。まあ、力としてはアルムシックとヘイスレットがかけ離れておりますので、はい、千葉としてはまあ銅メダル狙いという、はい、もうあとの6人の選手はもうほとんどですね、はい、ラップタイムもほとんど同じですよね。前半後半タイムほとんど一緒ですので、はい、間もなく100にかかります。先頭はドイツのアルムシック、続いてアメリカのヘイスレット、57秒01です、はい、57秒01は世界記録を上回っています。そして日本の千葉の折り返しは58秒58、はい、これは日本記録上回ってますね、はい、日本記録を上回るペースで千葉、ね、はい、現在千葉は5位です。画面でご紹介しております千葉は現在5位。さあ問題は千葉後半果たしてそのスタミナを持続することができるかどうか。あとの50が勝負どころだと思います。そうですね。さあ最後のターンにかかります。アルムシック先頭、続いてヘイスレット、1分27秒66で折り返しました。世界記録ペース、そして勝負も面白くなってきました。ヘイスレットが並びかけます。さあ千葉はこれから、千葉はこれから、現在千葉は4位争い、その前に3位のドイツのキールガスがいます。千葉メダルにもう少し、さあ千葉ここから上がっていきたい、上がっていきたい。トップ争いはヘイスレット、アルムシック、ヘイスレット、アルムシック、千葉は現在4位。さあ3位に上がれるかどうか。ヘイスレット逆転した、ヘイスレット逆転した、ヘイスレット勝ちました。続いてアルムシック、千葉がゴールに入る。千葉は3位、4位、5位か。6位、千葉は6位、2分0秒64。そして勝ったヘイスレット、タイムは1分57秒90。いや、千葉選手前半から思い切って飛ばしていったんですけれどもね、はい、最後の 50m で、いつものですね、はい、あの伸びがもう一つというところでした。一旦は3位4位争いまで行きましたがね、はい、アメリカのヘイスレット逆転勝ちしての金メダル、1分57秒90をマーク。ドイツのアルムシックは銀メダルに終わりまして1分58秒00。そして3位にはドイツのキールガスが入りまして1分59秒67。日本の千葉は6着で2分0秒54。結局2分の壁を破ることはできませんでした。